안녕하세요. 여기는 오사카에 있는 코리아타운 쭈루아시에 왔습니다. 아, 일본 사람들이 쭈루아시를 많이 찾는데요. 쭈루아시 분위기를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 함께 가보시죠. 한국 음식을 즐기려는 일본 사람들이 많았습니다. 한국을 좋아하는 일본 사람과 인터뷰를 해보겠습니다. インタビューさせてください。まずね、今日は鶴橋に何をしに来たんですか？オタカツに。この方は誰ですか？ボーイズプラネットのパク・ハンビン君です。アイドルグループですか？まだデビューしてない。オーディション番組。あ、オーディション番組。はいはい。グッズを買いに？あと食べに。今日何を鶴橋で食べたんですか？ 私はヤンニョムチキン。あ、ヤンニョムチキン食べました。あとチーズハットグ食べました。あとおでん。あ、おでん。はいはい。わかりました。韓国はまだ行ったことがないです。行きたいですか？行きたいです。韓国に行ったらどんなことをしたいですか？コンサート。コンサート。行ったの？ デビューしてほしい。デビューしたら、デビューしたら行きたい。まだ行く準備はできてないですか？来年行きたい。ああ、来年行きたい。行ったら韓国に行ったら他にどんなことをしたいですか？服を買う。おそるサゴシ。ああ、はいはいはい。ショッピングね。ショッピング。ショッピング。ソウルのどこに行きたいですか？ミョンドン。韓国語ができますか？韓国語はできないです。少しだけできますか？ちょっと本当にちょっと。はい。メッセージ。韓国語で。オッケー。パクハンビンサランヘヨ。サランヘヨ。友達は。ナムチョアヨ。ナムチョアイ。ありがとうございます。 한국의 핫도그는 아직도 인기가 식을 줄 모릅니다. 역시 아이돌 상품 인기가 좋습니다. 나는 일본산 맛인데. 삼겹살 구이를 테이크아웃 하려고 줄을 서고 있네요. 삼겹살 구이를 이렇게 판매도 하고 있네요. 호르몬이 될까? 곱창? 쭈루아시에서 가장 인기가 좋은 곳은 한국 반찬을 판매하는 곳입니다. 반찬을 만들었다. 다양하게 만들어진 한국식 반찬이 일본 사람들의 입맛을 사로잡고 있습니다. 일본은 지금 제3 한류 열풍으로 한국의 맛과 맛을 즐기는 사람들이 많습니다. 맛있고 또 시청해주셔서 감사합니다.